デスボープリズン。やあ、せつなけいすけだよ。今回はとうとう最終章。第6章、絶望プリズン。タイトルやからな。ゲームのタイトルと同じものがここにタイトルとして付けられてるからな。そして、前回のラストでな、とうとう謎の男が、罰を与えてきたってやってきたんですよね。そこにどういう感じでオカウト部が対抗していくのかってところですが、幽閉されたオカウト部っていうえげつない穏やかじゃないタイトルで始まります。第6章絶望プリズン。なんか毎回章の最初がすごい不穏な BGM で始まっております。最近、おいおい、起きろ。あれ、学校や。見知らぬ場所にいたみたいな、そんな感じじゃないんじゃ。やっと目が覚めた。あ、ふみちゃん、ふみさん、生徒会長ふみちゃん、やっぱおっぱい大きいな。大丈夫か、あきすけ、お前もか。3人か。ここは、あとみんなおるんじゃ。どうやら学校みたいですね。私たちも今さっき目が覚めて気づいたらここにいて、さっきまで私たちバーにいたはずじゃ。全員連れてこられたんやな。ったく、一体何が起きてんだ。そういえばあの時どうかしたの。俺が気を失う直前、あいつに話しかけられたんだ。あいつ、シロを襲ったあの謎の人物だよ。え、あの場にいたの。うん、奥の部屋に。あいつはこれから罰を受けてもらうって言ってた。それが最後の、前回のパートの最後なんやけど。罰？なるほど、それで僕たちは学校に連れてこられたってことですか。なぜ学校を選んだかわからんけどな。でも罰って一体6人が関係しとんか。信彦の格好に関係しとるもんかと思ったら、6人全体で関係しとんだよ、これ。なんか、あ、でもあれか。ドッペルゲンガを追いかけたのは、この6人やし。って言うたらさ、ふみさん、最近仲間になったばっかなのに、これに巻き込まれてさ、一番不憫なふみさんなんやけど。オカウト部として活動したこと、これっぽっちもないからね。最近入ったばっかだから。なんか巻き込まれた感あるな、ふみさんに関しては。もしかして、私たちを殺すとか？嫌だよ！死にたくない！死ぬんだったら、イケメンと付き合ってから死にたかった。落ち着け、マーチ。でも。とにかく、早く学校から出ないと。どうやら、窓も開かないようになってるみてえだ。あ、シロ、お前がこの前見つけた、一箇所だけ空いてる窓ってどこかない？もしかして私たち閉じ込められたってこと？そうみたいだな。あ、そうっていうのはね、スリラー映画のそうじゃなくて、そうみたいだなっていう意味でそう言ったんですね。キスケ君は別にダジャレを言ったわけじゃないからね。スリラー映画のそうみたいだなみたいな、そういう意味で言ったわけじゃないよ。いや、確かにスリラー映画のそうみたいなシチュエーションにはなってきたな。これでさ、三輪車に人形が乗ってきてさ、ゲームをしようとか言われたらそうやけんな、これ。そんな落ち着いて、逆に用を押し付けるな。でも汗かいてるな。どこかに出口はあるはずよ。そうですね。それでは手分けして出口を探しましょうか。じゃあ、まっちゃんと私は一回ね。女だけで行くのは危ねえだろう。俺もお前たちについていくよ。やだ、しんのすけくん、イケメン。あ、ありがとう。しんのすけがいれば安心だな。それじゃあ、のべきくんは私と2階を調べましょう。うわあ、おっぱい要員のふみさんと一緒だ。おっぱい要員とか言ったら、すっごい女性から反感買いそうな気がする。わかったよ。これはあれだろう、
初めて、オカルト部に入ってきてすぐのキャラクターと主人公を絡ませるっていうゲーム側の配慮だな。わかるぞ、俺には。俺は素人を3回を探すか。ラジャーです。じゃあ、みんな気をつけてね。そして、俺たちはそれぞれ探索を開始した。そうやな、フミさんはね、オカルト部に入って間もないからね。その主人公との絡みっていうのをさ、あのプレイヤーが見たいところだと思うよな。それを考えてこういうさ、主人公とくっつけたってところを見えてくるぞ。それからしばらくして、おいどふみさんは2階をくまなく探索して回った。しかし外につながる扉や窓もなぜか開かず、外に出る方法は見つからなかった。ガラガラ、閉店ガラガラ。あれ、ちょっと待って、ふみちゃんとの二人っきりの会話シーンとかなかったなかったな、ふみちゃんとの二人っきりの会話シーンとかそういうイベントなかったなてっきりそういうイベントを挟んでくるかなと思っとったら、全く何もなく、全く何もないまま帰ってきたなうん、そういうつもりでふみちゃんと二人っきりにさせたわけではなかったらしいあ、ふみちゃんたち戻ってきた。2階はどうだった？窓も扉も、扉も窓も全てダメだったわ。そっか、私たちも同じだった。面倒なことになっちまったな。うん、そういえば後の二人は？素人キスケ？まだ戻ってきてないよ。どうだったかな、って言うても大体似たようなもんなのだろうな。遅くなりました。残念ながら、やはり出口はどこにもなかったです。あれ？白く一人？キスケは？別行動しよったんだよ。ハーディ、僕らは手分けして探すことになったので、もう先に帰ってると思ったんですが。嫌な予感がしてきますね。まだ帰ってきてねえぞ。ああ、もうみんな刺してきてるよ。刺してきてますよ、皆さん。嫌な予感しかねえよ。ルイちゃんまで言い始めた。これで何もなく帰ってきてる、逆にえってなりますね、これは。ゲーム的には。ね、ねえ、なんか嫌な予感がするんだけど。もしかすると何かあったのかも。何かって？とにかく探してみましょう。3階か。外には出られない。1階、2階、3階でうまいことやっていくしかない。3階で探索しとったわけやけん、3階だろ。ふみちゃん、なんか見つけた？またお前そこか。お前気に入ってるな、お前。ここにも今いないわ。確か、キスケくんが調べていたのって3階だったわよね。うん。もしかしたら3階のどこかにいるのかも。わかった。だよな。やっぱ、なんだかんだ言って、一番長いこといたね、ここの部屋が気になるんかな。こっちは？あー、またここ来ちゃった。あんまいい思い出ないよな、ここは。いきなりドアロックされてさ、まだデスゲームが始まったりせんだろうなっていう、そういう恐怖心に駆られるけど、おい、トンカチ持っていけって。おい、信之、トンカチ持っていけって、まだあの謎の男が出てきた時にさ、後ろからガーンってやれるために持っていけって、お前。持っていけって、お前。あ、持っていかんか。ここでもなかったな。しんのすけ、何してんのあんた。ワンちゃん人形の一人かと思ったでないか、お前。紛らわしいわ、お前。何してんだ、お前は。ここにはいねえみたいだ。なんか嫌な予感がする。早く見つけるぞ。お前分かっとるけどさ。びっくりした。人形の一人に見えてしまうでな、お前。右後ろ、右下におるもんな、一人。人形が、お前。あんちゃんの絵。キスケが描いたんだ。ムックの叫びかと思ったんじゃないかな。特になんもないな。
うん。3階じゃないん。でもなんか、一人だけ捕らえられて別の部屋に送り込まれたって可能性はなくもないんか。え、ここ入れん？あ、こっちは入れる。え、な、今の入れないってだなだな。ここにはキスケはいないみたい。どこに行ったんだろう。なんか嫌な予感がする。早く見つけよう。そうだね、おらんのか。じゃあみんながおる部屋はまあ多分こういうイベントが進むと思うけん、ここか。理事長室、今入ってもしょうがない的な感じになってる。この中ではないんじゃ。うん、歴代校長の写真はまあどうでもいいだろう。ここじゃないんじゃ。じゃあ、なんだろう。おらんか。おらんな。別にこの部屋のどっかに探索に必要な情報があるわけでもないんじゃ。なんだなんだ。じゃあ逆にどこに行けばいい。なんか見つけたか。心配なの分かるけどさ、なんもない。座席表とかあるんやな。なんで今さらそんなもんが出てきたかな。静香さんの、シロがおらんかったら、シロがおらんかったら、ペロペロできちゃうんだけどな。ペロペロできちゃうんだけどな。なんか私物置いて帰る人多いな、おい。ひよこさん、憎んどる相手がノーネームだってことを知らないんだよな。あ、待てよ。この前公表されたけん、知ってしまったんじゃ。ノーネームとしての姿出したけん、公表分かったんじゃな。ひよこさん、どんな感じだったんだろうな。内心どんな感じだったんだろうな。生徒会長イコールノーネームって分かったところ、瞬間さ。こんなランキング、まちちゃん人気だな。プリクラ。ほっといてあげて、ほっといてあげて。悠長にこんなことやゆるしまないんじゃ、お前。どこ行けばいいん。階段があるんじゃ。あなんでこうやったバンでこったやん。あれはキスケ、キスケ、返事をしろ。何かあったの、信之くん。キスケくん、最初のターゲットにされてしまった。見て、どん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 。どうしたんですか今の悲鳴は。これはキスケくん、キスケくん。おいキスケ、しっかりしろ。これはこんなにたくさんの血が。そんな、いやキスケくんが早く傷口を押さえて、脈を確認してみましょう。どう？残念だけど。マジで、ちょっと待って、しんどん。嘘だろ。いや、これまでめっちゃ血流しておきながらさ、脈はあったやん、みんな。嘘だろ。ほんまそんなやで。まさか、ほんまに殺しに来とるんじゃ。キスケ！マジかよ。嘘です。そんなことあるはずがない。キスケくん。キスケくん。キスケくん。シロ、落ち着いて。キスケくん、早く目を覚ますんですよ。嘘だ。嘘だ。嘘だ。おい、リュウグウレイナみたいになったら、リュウグウレイナみたいになったら、お前。でもそんな感じよな。まさか死人が出るとは。この仲間はうちで。絶対に嘘だ。日暮らしがなく、ふふふふ、後戻りは、もう、できない。それから、しばらくの間、誰もその場を、動けずにいた。
タリやん。もうタタリとしか思いたくないわ。みんなかなり精神的に参ってしまっている。だけど一番心配なのは親友やもんな。ねえシロ、ダメだ、シロは完全に塞ぎ込んでしまっている。あんなシロ今まで見たことがない。そりゃそうだろうな、一番の親友だったのに。一番昔からの付き合いの親友だったのに。それもそうだよな、親友の死を目の当たりにするのは相当辛いはず。みんなケスケ君が殺されて辛いのはわかる。でもこのままは何もせずここにいるわけにもいかないわ。ケスケ君のことは本当に残念だけど、これからのことを考えなくちゃ。フミさん、これからって今はそんな。フミの言う通りだ、ずっとこうしても拉致が開かねえ。それはそうだけど。マチさんどうかした？ねえあれ何？ケスケの手に何か握られてない？本当だ、あれは手紙？ダイイングメッセージ。これは私は警告したはずだ。これ以上ドッペルゲンガーを消すなと。そしてこいつはただの始まりに過ぎない。早くここから出ないと次の犠牲者が出るぞ。なんでそんなゲーム感覚にするん？早く出ないと死んじゃうぞみたいな、そんな脱出ゲーム風にするん？なんスタジオわさびさん、もしかして絶望プリズン脱出ゲームとかリアル脱出ゲームとか開催しようとしてる？こんな感じでキスキが死んだ、次はお前だ、脱出するためには謎を解かなければいけない、脱出できるかな君はってそんなイベント開こうとしてるよねスタジオわさびさん。次の犠牲者って、このままだとまた誰かが殺されるってこと？そんな、なんでそんなゲーム感覚にするん？全員をいっぺんにやればいいやん。部屋に閉じ込めてガスでやったことあるやん一回。あんな感じで手取り箱6人全員をガスでまとめてやればいいのにってなるのに、何なんだこのゲーム感覚にする感じ。最後に重要なことを伝えておく。何なん重要なことって、お前この子に及んだ。お前もう今の心境的にはさ、今はもうキスキの死が何よりも重要事項やけんな。5人に対してはお前、キスキを殺した犯人はお前たちの中にいる。いや、今さそんなメッセージ言われたところでさ、この5人の団結ちぎれんと思うんやけどな。俺はちぎれんかったからこそ6人が集まって、前回のドッペルゲン6人ちゃうな、5人が集まってドッペルゲンガーがさ見つけ出したわけやけん。前回は私の正体を見抜くことができたらここから脱出できるだろう。でもさ、この雰囲気いいね。この絶望プリズンの前作、前々作か、狼ゲームや人、え、何やったっけ、嘘つきゲームや人狼ゲームってあったで、人狼ゲームだったっけ、人狼ゲームじゃトークゲームになるわな。嘘つきゲームと狼ゲームみたいな雰囲気になってきたで。なんだよこれ、そんな嘘でしょ。この中にケスケ君を殺した犯人がいる？そんなはずないよ。私たちの中にケスケを殺した犯人がいるなんてありえない。マジ？そうだ、これもきっと私たちを長い会うように犯人が仕向けた罠なんだ。だってこの中に犯人なんているはずないよ。だって私たち友達なんだよ。だけど本当にどれだけ僕たちをバカにすれば気が済むんですかね。シロ、ケスキ君を殺し、ましてや僕たちが疑い合うように仕向けるなんて、僕は犯人に怒りが湧いてしょうがないです。やばい、信用事故に追い込まれた藤原匠みたいな怒り方している。
って言ったら、みんなどれだけのことか元ネタはわかるんでしょうね。シロ、やっぱりそうだよね。だろうなって反応になってきたな。今さらそんなこと言うと、そんな疑い合うように仕向けてきても、この5人の団結やめるわけないだろうが、これは犯人が仕向けた罠なんだよ。ん、みんな少し待って、手紙の裏に何か書かれているみたいよ。なんだ、え、これは何が書いてあったの。そう、それがさっきみんなで乾杯した飲み物は美味しかったね。本物のカクテルじゃなくてソフトドリンクだったけど美味しかった。でも残念、あれが7人揃った最初で最後の乾杯になるなんてね。7人、アブさんも入れて7人ってこと。なんなのこれ。さっきの乾杯って、私たちがここに連れてこられる前、バーで乾杯した時のことだよね。なんで犯人がそのことを知っているの。だってあの時バーには、うん、オカウドブしかいなかった。え、アブさんは、アブさんはおらんかったんじゃ。え、それはなぼやきくん、それはつまり僕たちの中にキスケくんを殺した犯人がいるという意味ですか。こんなこと俺も信じたくはないけど、あの場には俺たちしかいなかった。いや、7人ってアブさんは混ざってなかったんか。アブさんを混ぜてあげろ。え、あ、私店番があるから、みたいな感じでなっとったんか。つまりそういうことになるよね。ナブユキ、せっかくさ犯人はこの中にいないムードがあったのにさ、わざわざそれひっくり返すようなこと言わんでもいい。もうマチちゃんがさ絶望に浸った目になってるからね。私たちこれからどうなるの。どうなるのって。まあ一つ確実に言えることは、このままここにいてもまた誰かが殺されるだけ。そうだな。そんな。わかりました。フミさんの言う通りです。私たちの中に犯人がいようがいまいが、このままここにいても何も解決しません。でも、もし調査を進めていって、私たちの中に犯人がいたとしたら、どうするの？その時は、仕方ないよ。仕方ないって。そうだよ、仕方ないもんは仕方ないんだよ。殴って殴りまくって潰しちまえばいいんだよ。バイオレンスなこと言ってるな。俺だってみんなことを信じたい。でもここでこうして立ち止まってても事態は悪くなるだけだ。行動だ、結局未来を切り開くは行動なんだよ。あいつが死んで悲しいとかさ、そういうさ、情の念でね、その場に立ち尽くしても何も動かんのよ。結局は行動しなあかんのよ。そうね、私もそう思う。ふみちゃん、とにかくこれ以上犠牲者を増やすわけにもいかない。だったらやることは一つ、犯人を探すのよ。この中に犯人がおるとは限らんが、それにしたって動かないといけない。じゃあ手分けして調査を始めましょう。1時間後に教室に集まるということで。うん、皆さん気をつけてくださいね。いつ犯人が襲ってくるか分かりません。油断しないようにしましょう。そうだね。そして俺たちはそれぞれ調査を開始した。わ、これさ、まさか最後のさ、裁判さ、もしかして裁判、犯人候補、ドッペルゲンガー候補のメンバーがさ、この5人ってことになるんか、これ。もはや人狼ゲームやん。ねえ、信之くん。ん？
君と一緒に調査をしてもいいかしら。なんで？なんでだ？あれ？ふみちゃん、僕のこと聞いちゃったんかな？ちょっと2階を一緒に探索しただけで情が湧いちゃったんかな？あ、そうか。まあ、そりゃそうだよね。それそうだよね。でもって、なんか一緒に行動していた方がちょっと人畜無害だから選ばれたな、これ。あ、これは、のべくくんは犯人じゃなさそうだわ。犯人だったとしても人をやれそうな感じじゃないものみたいな、そういう人畜無害さで選ばれたな、これは。わかった、俺人畜無害だからふみさんと一緒に行動できるぞ、お前。そうだね、じゃあ一緒に調査をしていこう。ありがとう。いいよ、ふみさんおっぱいでかいし、俺の目の保養になっちゃうから。さて、じゃあ探索しますが、まず現場の証拠がちょっと気になるとこだと思うよな、俺としては。なんか遺体に情報とかないんかな。ひどい、誰がこんな残酷なことを。胸からお腹にかけて大量の血、だいぶ長いこと傷あるで、それな、やっぱなんかあるんじゃ。右手にも血がついてる。え、胸からお腹だろ。で、右手えらい血ついてるな。あとなんだその指輪。右手だけ。ねえ、のびゆきくん、これを見てくれない？これは足跡がついてるな。血だまりに足跡が残っている。しかもこの足跡か、この後から見るにきっとケスケくんと犯人が揉み合ってできた足跡でしょうね。なるほど、そうだね。多分ケスケくんは正面から刺された時に抵抗したのね。だから右手についとんか。違う、でもその抵抗をむらしく殺されてしまった。ダイイングメッセージ残ってない？ケスケ、ダイイングメッセージ残してくれてない？ん？わあ、なんかショックを残してるんじゃないですかね、これ。自分が死んでもあと犯人が誰か分かるようなショックを残してくれてるんじゃないの、これ。残してくれてるんか、あれは。メス？メス？メスってそんなにやばい？あ、でも体の至るところを小さかなあかんけん、メスって結構鋭いんか。サイズ的には人殺せそうに見えんのやけど、殺傷力としては十分なんか。きっと犯人はこのメスを凶器として使ったのね。そうだね。あ、よく見るとこのメス、海神学園の備品のシールが貼られているわ。理科の実験のやつか。カエルの解剖よ。じゃあこのメスは学園のどこから持ち出されたものだ、どこかから持ち出されたものなのね。メスなんて一体どこから。なるほど、じゃあ持ち出された場所に行っけみたいな感じか。理科の実験室だろ、それは。ここだろ、刃物ってあるからな、これ。これは、あ、解剖実験の道具。まさにメスだろ、お前。あ、解剖の道具といえば、高棚のどこかにメスがあるんじゃない？犯人はここのメスを使って、ケスケを殺したのかも。そうね、確認してみましょう。あ、この箱って、え？メスが一本なくなっている。いやー、まさにこれ、まさにこれですね。なんで白みたいな喋り方になったんだろう。わー、4人兄弟、メス4人兄弟が、メス4兄弟の甥っ子が持って帰ったんだよ。怒ってるぞ、上の3兄弟が怒ってるぞ。お前、弟に手を出すな。誰だ、俺の弟をさらったやつは。やっぱりきっと犯人はここのメスを凶器に使ったのね。待てよ、ってことはさ、ここの階探索した人が怪しいよな。ここ何階やったっけ。ということは犯人はメスを手に入れるためにここを一度訪れている。そうだね。あれ、どうかしたの。この床についてる汚れって何かしら。あ、緑じゃ。さっきの血だったらピンクやけどさ、
緑？ん？なんだこれ？ねえ、ワクワクさん、これ、ゴミ？緑色の何か？絵の具？絵の具？なんでこんなところに絵の具あるの？絵の具か。美術部にも行ったん？どうして理科準備室に絵の具が？用途は不明やけど、これでなんか美術室に行ったっていう感じにもなっとるな。なんか知らんけどさ。3階か。隣やな、美術室も。ってことは3階で探索して、これ殺したってことで、キスケーキスケー、ちょっと待って、素人なんかもみ合いになってない？今の状況だとしたら3階に探索して、かつキスケを殺した人間。ってことは素人しかおらんようになってしまうぞ、お前。それはだけは嫌だよ。一番の親友だろ、お前。それはちょっと信じたくないなーって。別にさ、残っとる5人の中に犯人がおるとは限らないけどさ、状況証拠ではそうなってしまうのです。あ、これだー。わ、なんだこれ。すごい量の絵の具が床にこぼれている。そうね。で、あれ、これってさっき理科準備室にあった絵の具と同じ色じゃない？確かに。じゃあさっき理科準備室にあった汚れはこの絵の具？その可能性が高いかも。どう見ても同じ色だもの。あ、どうした？ねえ、あれ見て。ん？ああ、もうもろついてるね。しかもピンクもついとんちゃうん、これ。誰かが絵の具を踏んだ跡があるわ。本当だ。じゃあこれで確実ね。理科準備室でメスを取った犯人は美術室にも訪れていたようね。そうだね。おそらく理科準備室でメスを取る前に美術室に来てこの絵の具を踏んでしまったんだ。ねえ、のびくくん、もうすぐ1時間が経つわ。そろそろみんなのところに戻らないと。とりあえず他のみんなも何か見つけてるかもしれないし、急いで教室に戻りましょう。嘘だろ。でも状況証拠からしたらさ、素人になってしまうよな。